手の甲を柔らかく使って相手の手のひらにここを密着する。自分の体がこう水の袋になったような感覚でやっとね、グッ入ると、このように相手の体に力が伝わってきます。崩すとかっていうんじゃなくて、パッとこう相手の体にこうバーッと乗っていくようなイメージ。大取りの考え方として、ぶつからない、今これぶつかってます、 あるいは逆にこれを引いてしまうと、引いてしまうとどんどん来ます、ね、引いても相手を、例えば引くっていうのはこういうのもありますね。引っ張っても次が出てきますから、そうではなくて取られてきたところにパッと合わせていくんです。押さえつけられるように取ってきたときに、これにぶつかるんではなくてスーッとこう入っていけるかどうか、こう入るのはいいんですけど、その時にここを持ってくるんですよ。このまま下がっていく。あ、これをこういったら今度はこっちで支えられる。これは取られた瞬間にここ入っていく。もうこう入っていく。抵抗を受けてるなと思ったらここ入っていくんです。自分の体の真ん中に入っていく。ここに乗るんです。こう体から離さないで構えた剣でグッとこう入っていくようなイメージ。こっちへこう刺してらっしゃるんで、この剣をこう入ってる。そう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 、取られる時の初動がちょっとやっぱ工夫が必要なんです。今これでパッとこう自分が前に出てしまうとやっぱちょっとぶつかるんです。相手にこっち来させるんです。来させてパッとこう入っていくとだいぶ強い。相手との間合いというのは実は大事で、ガツンとぶつかるか、ふわっといなしてもう一回入るかっていうのがだいぶ変わってきますので、それを皆さんちょっと感じてみてください。こう取らせるでしょ。でこれをここへ入る。ここ今こっち行ったから、これをこう入ってくる。ここ入ってくる。そう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 。体のしんどいところに、しんどいところにずっと入ってくる。ありがとうございます。